かもしれない。おお、なんとか入りました。ちょっと斜面に左右に下がってるから左側狙っていきたいと思います。ティーショットの落としどころが右に傾斜しているので落としどころを左にしたいと思います。これは狙った通りに打てたんではないでしょうか。170ヤードピン左にあるけど真ん中を狙っていきます。スコアメイクをするために花道狙いでいきます。うん、もう少し左向ければよかったですね。体で打つ。クラブを短く持って体と一体感で振ることを意識しています。狙ってたよね、うん、これを入れてパワーセーブをしたいとこです。パパッだった、うん、逆でしたね、読みが。私このホール好きかもしれない。ゴルフをしていて景色を見た瞬間にこのホールはナイスショットできそうって思うホールがあるんですよね。ハンドファースト、まあ打ち下ろしは特にそう思いますね。うん、持ってった最後ドローボールでフェアウェイをキープできました。さあセカンド、大事なセカンドショット、傾斜になっているので左のラフ斜面めがけていきたいと思います。ラフとフェアウェイの境目を狙っていって力を抜いて傾斜を利用して右に落ちてくるイメージですね。これは右にちょっとすっぽ抜けましたね。30ヤード6番アイアンで打ちます。おお、いい感じにフェードかかったけど、おお、おお、ラッキー。ここはパターではなくウェッジで寄せたいと思います。止まるか、うん、ちょっと転がっちゃった。打ち方は良かったよ。なんとかパワーセーブできました。うん、これはコースなりに打てました。200ヤードあるね。もう少し右に行きすぎましたかね。ピンの位置が見えません。斜面の中腹狙ってちょっとドローよりフェード気味で。おー、しっかり振り抜きました。あ、来てた。大丈夫大丈夫。52度、72ヤード、しっかり手をローテーションさせて、手のローテーションを意識している様子です。
左に行きやすいライだったので左のカラーの方に行きました。1メートル以上左打つ。かなりこのパターは曲がるようです。お、いい感じに打ててます。あー、加速してる。これは難しいラインでしたね。完璧だったけどね。登って下ってでしたね。完璧なラインだったけどな、今。自分の中では完璧に打ったようです。完璧なラインだったの今。あ、これもちょっと強い、強い。おお、スリーパットだけは防ぎたいですね。これ絶対無理、絶対無理、絶対入んない、これダメ。おお、なんとか入りました。よかったです。